ポンちゃんが美しいね。ポンちゃん、力回り込まないとダメですか。ポンちゃんは美しいに決まってるんですよ。ポンちゃん、そしてピントに合いにくいポンちゃん、カメラがすごく困ってますよ。ポンちゃん、美しいからね。そうか、ピントがあったときにそこをフィックスすればいい。フィックスボタンのどっかにあった。ポンちゃん、うちのポンちゃん可愛いから綺麗すぎて、フィックス、フィックスしたら難しくなったんじゃん。ポンちゃん、ぽんちゃん、ぽんちゃん、近づいたらフィックスボタンはどうなるんだ。やっぱり外れるのね。あ、寄ったか。これ絞りか。まだまだ分かってませんね。我が母がですね、花をドライフラワーにするという作業をしています。いろんな工程があるんですけれども、その中の一部をちょっと動画に収めたいと思っています。母さん、いい感じのポーズの時は止まってあげてください。うん。庭にあった花をですね、このようにこの粉はシリカゲルという、除湿剤って言えばいいのか、乾燥剤かになったかな、の中に埋めます。はい、もう一つ入れますね。いわゆるお菓子なんかの中に入っている乾燥剤、あれの、まあ、中身ですね、これはね。このようにですね、乾燥剤の中に埋めることで、通常よくある、まあ一番古典的なドライフラワーっていうと
そのまま自然に乾燥させて茶色いくすんだ感じになりますが、これは色を極力残すという形でやっています。まあ、ドライフラワーですのでこの色のままは残らないんですけれども限りなく近いというふうに考えています。このようにですね、シリカゲルの粉に、花全部を埋めてしまうということになるようです。